結果ね、あの役員会でもなんでも一言も話さなかったですね。でみんなが気を使って役員会とか全部あるじゃないですか、うん、中村さんどうですかっていうふうにね議長とかこう聞くんだけど、うん、大丈夫ってことで、とにかく好きなようにやってごらんと、会社潰すぐらいの感じで、ね、うん、そうしても構わないから、すごいかっこいいわ。それは波動拳。皆さんこんにちは、日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。これ続編になります。宇野沢さんをですね招いての第2回ということには、もしかしたら3回4回5回になってるかもしれませんけど、もう1回、続けて撮り直しをさせていただいておりますということですね。今日もよろしくお願いします。ちょっと聞きたいことがあってですね、はい、あのバンダイナムコゲームスって僕呼んでますけど、うん、バンダイとナムコがくっついた経緯がまず聞きたくて、その後中村雅也さんの話が聞きたいんですけど、なんか話せる範囲で、ああそうなんですよ、話せない、いやいや、ダメなところは全然、そんな話じゃなくて、はい、あのやっぱバンダイナムコの前に実はセガバンダイっていうのがね、ありましたね、婚約してます、婚約してます。ピピンの失敗以降たまごっちが在庫あったりして、結構バンダイがね気持ちがこう弱ってる時にセガの中山さんからね誘われて、はい、一緒になろうってこう言われて、うん、あのまあね、ほとんどギリギリのところってかな、かなり寸前まで行ってましたからね。だって完全に発表されてましたね。発表してましたよ。だってバンダイのね、その方針発表会みたいなところに、中山さんが、当時セガのね、社長が来て、ね、あのこれから一緒になるんでよろしくって挨拶をしてましたからね。バンダイの幹部連中が社員の総会にさ、来てるぐらいまで。まあもうはっきり、はっきり婚約はしてましたね。婚約した。まあ、あれもだから多分1997年とか8年とかのもんじゃないかな。そんなに間が空いてないですもんね、婚約会から次のお姉ちゃんと結婚するまで。それはだからやっぱ10年、7、8年経ってんじゃない。まあ、みたいなのがあってね、あの、もうだから、じゃセガバンダイになったら、俺は羽田のね、セガの席はここだからって俺言われてたんですよ。そこまで言われた。もうすげえ。やって君ここだからって。ね、ちょっと先に、今やつからちょっと引き継ぎ話聞いとけぐらいのこと呼ばれて言われてさ、こんなとこ来るのかなと思いながら。したらね、ああ、こともあろうか。想像もつきませんよね、破談。ね、提携やめました。何がダメだったんですか。僕も最終的な理由はちょっとね、あんまり公開もされてないし、うん、だけどやっぱり、うん、やめよって解消になってさ、うん、中山さんもその後僕は中山さんともね、なんかやっぱあのお話とか食事とかさせてもらった時も、うん、まあ、あの人もちょっと呆れてたけどさ、まあ、でも結果ね、あの辞めるって話になって、でまあその頃その後だから僕はね、あのゲームの仕事を開始させてもらってて、はいはいはい、やっぱり普通の成長じゃこうね、やっぱ2000億3000億の売り上げじゃなくて、やっぱ5000億になりたいっていうのは当時のバンダイにはなんかあって、まあ僕も正直よくわかんないんだけど、なんでその大きな売り上げになりたいのって聞くと、ね、買収されちゃうかもしれないからさってね、まあ僕は平取りぐらいだったかな、ゲームでうまくいって、でバンダイの取締役にしていただいたんだけど、でね、そういう話まで普通聞こえてこないからさ、いや買われたりしちゃうの、そういうリスクがあってそういう話もあるから大きくならなきゃいけないのかなと思って、で当時 その高橋さんと社長がナムコと、ね、一緒になりたいと思うんだけどっていうんで、まあ、当時役員会の中でね、どうだろうセガとセガじゃなくて今度は、ね、こういう話が来たって、へえみたいな。で僕はあのゲーム担当だったんでね、はい、一番、まあ、ナムコさんのことはね、それこそあの仕事中のお付き合いも多少あったんで、うん、分かってるんで、ね、やだしっていう人なんか欲しいみたいになるじゃないですか。で俺もほら、ゲーム、3体のゲームでうまくいってたんで、ね、死ねばいいなんで、ただもうね、折り上げを大きくしなくちゃいけなくて、ね、その、で、誰かとこう一緒になったりする、ね、あの、相手がゲーム会社っていう中で言うと、やっぱナムコさんって割と肌がね、バンダイに近いのかなって気がさ、俺はしたね。本当ですか？いや、例えば、あの時で言うと、やっぱカプコンは違うしね、まあ、セガさんはね、そういう肌もあったぐらいだし、ってね、光栄さんでもないよな、みたいなさ、まあね、ゲーム会社とくっつく中で選択肢の中だったらいいんじゃないですかと、うん、こう思って、で、まあ、なおかつね、あの、まあ、買収とかそういうわけですけどね、経営統合っていうさ、はい、持ち株っていう新しいスタイルでっていうんで、まあ、あのそれで進むんで、まあ、結局の僕が見てたビデオゲーム事業部っていうのは65人だったのよ、はい、で当時その時の一緒になるナムコさんがね、うん、アーケード のゲームセンターの部分は別会社ってね、決まったんで1650人いて、はい、まあ、結果の65人の、ね、ゲームの部門が、まあ、ドナドナドナと、ね、バンダイナムゲームスに、まあ、なんていうかな、追い出されるわけじゃないんだけどね、追い出されることはないけどね、さすがに。でポーンとね、そこだけの部門でこう行くっていうのがこうあって、まあ、そういう意味ではかなりね、人数が全然違うし、企業のカラーのノリでいくと、やっぱバンダイナムが全然違いますよね。うん、もう違うと思いますけどね。全然違うと思うね。どっちかって言い方はちょっとすごく荒っぽいかもしれないけど、バンダイってどっちかっていうとこう
さっき言ったゲームの開発の中でも持たないし、ね、割と勝者タイプのね、うん、ね来たって、まあ、割とじゃない。あ、完全に、すいません、ね。狩猟民族って言われてさ、ね、で、次の畑行くぞってこう行くんだってバーって行くタイプで、ね、なんかやっぱ研究型だしね、店を持ったりして、はい、その舞台が強いですよね。ゲームセンターのイメージが大事です。ありますよね。はい、そういう意味で全然違う、ね、タイプもあれば。ただまあ一緒になったのはゲームの部門だけでね、別におもちゃの部門が一緒になるわけでもないしね、映像の部分も一緒じゃないから、確かにゲームの部門と、まあ、あと持ち株会社のところが混在でっていうんで、確かにマーケットが食い合ってないのはいいかもしれないですよね。ああ、セガナムコとかね、ね、カッチャンコみたいになると同じやつもガッチャンコなんで、ね、ちょっとしたら同じことやってんだけど文化の違いでね、仲が悪そうだってこともないですね。それもあるじゃないですか、ね、ゲーム業界だとね、ああどこそことどこそ仲悪いからみたいなありますから、ああそういうのもあったんじゃないかな。で当時、まあ、結構決めていただいた、ね、中村さんが80歳で、まあ、会長なんですけど、まあ、でも 逆に言うと80まで、ね、あの自分で現役でやられてて、さすがにそろそろね、さすがにって思われてね、思われてますよね、どうせ、うん、で一緒になってあのバンダイナムコゲームスの、まあ、僕は副社長で、社長は石川さんっていう、ね、はい、方がいて、僕副社バンダイ側でたった65人しか連れてきてないのに、まあ、それなりに売り上げあったんですよね、当てるゲームも行ったんで、はいはい、で、こう、社長プロデューサーばっかりですからね、まあ、プロデューサーだけね、やりながら、まあ、そこで年間5、60本をね、ゲームを出してるっていう、あの病気みたいな会社だったんで、まあ、見てやらせてもらって、で、まあ、あの中村さんも取締役会にはちゃんと来ていただいて、あの会長、来ていただいてるんですけど、はいはい、結果ね、あの役員会でもなんでも、一言も話さなかったですね。でみんなが気使って役員会とか全部あるじゃないですか、うん、ちょっと中村さんどうですかっていうふうにね、議長とかこう聞くんだけど、うん、大丈夫ってこと。そうなんですよ、あれね、すごいびっくりした。ちょっと待ってください、ナムコ自体からそうだったんですか。いや、そんなことないと思う、絶対違うと思う。そうですよね、それね、当然ワンマンだと思うんですよ、僕もそう、ね、絶対そうですよね、もうゲーム会社ね、ゲーム会社の社長、皆さんそうなんで、僕が知ってる会社じゃないですか、そうですね、普通そういうもんだからさ、うん、なくてやっぱりね、そのバンダイと一緒になるって決めてやってからは、結果ね、ほんと一言も絶対その経営の中身だとか、ね、役員の中身とかにね、大体ほんと出さないんですよ。俺それがね、あ、すごいなと思ったね。すごいですよ、ね、すごい、いや、男らしいよね、うん、いや、あの人ね、江戸っ子なんですよ。あの人こそ浅草ね、生まれで、ね、実家は中村十宝店っていうさ、ほんと自由をねやってるところで、ね、新規事業で中村、ね、製作所作ってこんなものになってくるんですけど、やっぱね、あ、これが江戸っ子で、ね、すごく格好いいことが好きじゃないですか、ね、あの なんていうかな、見栄とかそういうことじゃなくて、ね、すごく格好いいっていうのにね、おしゃれな感じがあるんでね、だそれを多分ね決めたんだと思うんでね、ほんと一切言わない、最後までえっと思いましたね。2年間ぐらいはね、役員が来たんだけど、その後1回もですよ。で、前回話した2009年に僕が社長に、ね、なりますと。やっぱバンダイナムコゲームスってもともとナムコの存続会社なん で、それに僕がこうなるっていうんで、あの中村さんのところに連れてってくれて、で、まあ、2人っきりで話をしないよって言われてさ、中村さんと話したら、ね、とにかく好きなようにやってくれんと、会社潰すぐらいの感じで、ね、そうしても構わないから、でもね、周りがそうさせてくれないんだよって、うんうん、ね、言ってて、中村さんね、いろいろなかったら結構ね、あのね、部下とかね、経営の連中から止められたりとかさ、そういうこと終わりになったなと思わせる話が聞かれて、まあ、それ以上あんまり話が聞いて、お二人ともあの割と実はシャイなタイプなんで、あんまり話がこう弾まずに、まあ、15分ぐらいで、それじゃあ頑張ってよろしくしますっていうふうに言ったんですけど、もうそうですよね、中村さんも成功性はね、あの年齢からだったらね、もう分からなくなりかけてはいたと思うんですけどね。そうなのかな、そうでもないんですかね。そういう感じじゃなかった。辻本さんは、まあ、この言葉あれですけど、バリバリ元気ですよ。辻本さんは今おいくつなの。81。ああ、ね、息子が、長男が、うんうん、あの社長してるけど、うんうん、多分全然現役上してないじゃないですか、ね、やっぱナムコのね、あの、まあ、最初アーケードゲームでね、そのゲームセンターで、要するにいわゆるなんていうかな、メガトリニックスみたいなね、うん、あのコンピューターないね、やつやってるのが始まりじゃないですか、うん、それこそあの、ね、デパートの上に何かな、遊戯場みたいなね、木馬を、はい、それこそ木馬みたいなね、みたいなのから始めて、うん、まあ、そう遊撃とかね、そういうのやるような感じでやったんですけど、である時その当たり、ね、当たりっていうそのピンボールゲームとか作ったりね、その当たりショックって言われるぐらい家庭用のゲーム機でも大ヒットするんだけど、ね、短命で終わる伝説の会社があるんですけど、ね、あれのゲーム機の輸入を始めるんですよね。当たりジャパンっていうんで輸入を始めるんですよ、アナムコは。
でゲームセンターに置いていく。でゲームなんで壊れるんですよね、うん、壊れてる人メンテしなきゃいけないんだけど、そのアメリカの会社がいい加減であたりがね、すごいざっくりした会社なんで全然メンテとか直してくんない、部品も送ってくんないみたいな。でしょうがないんで、その基盤とか、ね、ロジックを全部解析して直せるようにするってことをエンジニア連中が始めて、でコンピューターゲームが自分たちで作れるようになってくるんですよ。あ、そっから。そっから。なるほど。 UB とかね、それこそパックマンだからで僕行くのって、そっ最初のスタートはそっからなんですよね。最初に痛い目見るんですよ、輸入でやって。でメンタルでできない、ね、当然ゲームセンター、ね、入れちゃった機械なんで動かないと、ね、すごく困りますね。すげえ怒られますよね、冗談じゃない、金返せとかね、保証しろとかさ。そうそうです。それで済まないからさ、高く売ってましたから ね安いものね安い靴くんでそれがあって、ね、そこにこう、ね、終われるようにやって解析して、で技術を身につけてさ、そこでいくっていうね、それもすごいよね。すごいかっこいいわ。それは俺はブレーキ持ってない副社長だからね。あ、アクセル係の、アクセル係の副社長みたいな。1ヶ月たりとも黒字になったことないね。え、全部赤字、全部潰れ。社長がいた時は、神がかってる。